けましておめでとうございます。競馬ブックの無駄です。競馬ブックの酒井です。はい。今年、2020年を迎えましてオリンピックイヤーでもありますし、はい、なんかいろいろとね思い出に残る年になりそうなんですけども、はい、やっぱりまず最初のね、はい、重賞レース京都、関西はね京都金杯なんですけど、ぜひここを当てて、いいスタートを切りたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、じゃあ、はい、予想に取り掛かりましょうか、はい。メンバー的にはなかなか混戦かなと思いますけど ね、どこからでも、毎年ね、割と実力の拮抗したメンバー構成なんで、なかなか難しい、どこからでも入れそうだなという気がします ね。まず基本消去法から入るんですけど、消せる馬が、少なくて、どれを、ね、印また順番つけようかなってすごく悩みましたけども、はい。まずじゃあ俺からいきましょうかね、はい、本命はねモズダディにしました、はい。ちょっと狙ってみた、つもりなんですけどもね、はい、でもね人気もちょっと割れそうな感じはしますけども、このモズダディというのはね、前走条件クラス勝ったばっかりなんですけども、やっぱり、こうスピードの持続力というのがすごく持ち味だと思いまして、逃げてもいいんですけど、逃げなくても、好意でリズムをよく運べればこうなかなかしぶとくて、簡単に止まらない、相手がねこれまでに比べるとだいぶ、強くはなるんですけども、ハンデ戦でねやはり54キロで出れるという点もねすごく魅力に感じました。できればもうちょっとね内目の枠の方がいいかなと思ったんですけども、競馬自体はねすごく上手なんで、この並びを考えると多分マルターザーポジがね、おそらく逃げると思われますので、でも、2、3番手にはね、うちの様子を見ながら多分つけれるかなと思うんで、こうね得意のパターンといいますか、走れるパターンでも好意でリズムよく運んでこう粘り込むような競馬してくれるんじゃないかなと思う感じで本命してみました。はい、はい。ハンデ戦の前走いっちゃう、そういうことね、はい。そこからも入りませんね、はい、はい。で酒井は、ブレステイキングです、うん、前回のチャレンジカップでも本命にしたんですけど、改めて今までのレースやっぱ見てると、休み明けちょっとずぶいんですよね。確かにね、前回もやっぱりちょっと 3,4 コーナーちょっともう促してなんとかついていったという感じだったんですけど、今までのレースをそういうの見てると2戦目やっぱちょっとマシになるんですよね。なるほど、反応がやっぱね、良くなってくる、はい。で成績的にも2戦目って今まで久々また続けて詰めて使った時は3回あって全部勝ってるんです、一応。なるほどね、はい。この点も多分使っての上積みの大きいタイプなんだろうなと。中山金杯と両睨みで、向こうが除外対象だったんでこっち回ってきましたけど、スピードはねある馬なんで戦力でもある程度対応はできると思いますし、やっぱね先ほどのモズダディの話じゃないですけど、もう少しうちの枠の方がいいのかなという気がするんですけど、そのスッと動ける馬ではないので、変に包まれるよりはもうかえってこっちの方がいいのかなというふうにあえて前向きに捉えました。外回りですね、はい。俺も実はこれ対抗なんですけど、前回も本命やったんで、4区がちょっと窮屈になってねそうなんですよ、うわーっと思ったけど、それでも一応なんとか馬券圏内にはね、来てくる、いずれは、というか重賞でも十分やれる能力があると思ってて、前走、やっぱり包まれたのもペース遅かったからね、余計にちょっと痛かったかなと思って、であと一つやっぱディープインパクト3区だから、京都ならより切れるかなというね可能性もあるので、やっぱり戦力の対応が鍵になるけどもね、プラスに出る可能性も十分あるかなと思ってね、はい、はい、これ対抗しました。じゃあ酒井の対抗はサウンドキャラですね。阪神だとちょっと甘いっていうのがね、今までもあって4回走って2着2回3着2回けど1着がないっていう、で前回も 3,4 コーナーすごくいい感じで戦ってってそのまま押し切るかと思ったところ、後ろからもう一個やられたっていう、本当にちょっとだけね、刺されて、あの辺がやっぱりその坂のあるなしなのかなっていうのはやっぱりちょっと感じましたね。もう京都はねもうマイル戦だと3101ですね、もうほとんど奥沿いがまずないですし、ビクトリアマイルでも31秒2で走れるぐらいのスピードはあるので、やっぱり京都に変わる分と、あとハンデ戦で斤量が1キロ減る分、確かにで枠順もいいとこ引いたんで、スタートね決めれば好意でも立ち回れる馬ですし、だから最高の競馬ができるような枠を引けたんじゃないかなと。思います。なるほど、はい、私もこれね3番手なんですね。なるほど、はい、もう本当もうその通りで、前走のね一回先頭に立って、ね、もう押し切るかなというところでやっぱちょっと踏ん張れなかった分が阪神かなと、そうですね、やっぱ京都ならね、押し切っても本当やっぱりいい枠も当たったんで ねいい枠ですね、まあ、これから勝ってもいいかなというぐらいのね、気持ちは、はいはい、あります。今のが境が2番手ということで、ね、3番手はどうしましたか。3番手はハッピーグリーンです。まあはい、まあマイル戦がどんな風に出るかなっていうのはまあちょっと やってみないと分かんないなっていう部分はあるんですけど、まあ下級条件でしたけど札幌で1回 1500m、3歳の時走った時はあれもらい強かったんで、なるほど、確かにレースの上がりよりね、この馬の上がりが1秒半ぐらい早かったんじゃないですかね。もう外ぐるっと回って、まあなるほど、その後ね当然ジャパンカップで2分22秒で走れる馬なんで、下級条件で考えたらまあ勝ちっぷりはまあそうなのかなとも思うんですけど、ただやっぱ直線向いてからの伸びなんかもすごく良かったんで、ひょっとしたらマイルが一番いいんじゃないかなというところはあるんですよね。まあレースがどんな形になるか、まあ開幕週なんで、まあ前回みたいにまあ姉妹化していいとこ出ましたけど、同じ競馬で直線だけでってなるとさすがに開幕週ちょっとしんどいかなと思うんで、その点でちょっと本命とかまではいけなかったですけど、ただまあ今まで戦ってきた相手を考えるとこのメンバーだとやっぱちょっと上の方の馬だと思うんで、ちょっと距離適性を買ってみました。なるほど、ね、消せなかったけどどうしようと思ったの、ね、この辺りもやっぱり、ね、可能性は全然ないとは思わないんで、ね、とこだと思うんですよ。立ち回り人、うまいこと立ち回りがあるんじゃないかなと思うんですけどね。はい、わかりました、はい。でまあ、今のところは3番手まで話しましたけど、 その後のね、まあ、4番目、はい、まあ、うちの印でいうと二重三角というところになるんですけどね、はい、私はストロングタイタンにしました。前回ガラッと変わった、はい、ちょっとねもうしばらく伸び悩んでて、そうですね、ちょっともう戻らないのかなと思ってたんですけども、まあ、距離をマイル戦にしてこう刺すレース、前を生かすようなレースをして、まあ、富士ステークスはねもう超スローで、そうですね、まあ不発という形に終わったんですけども、まあ、前走は、まあ阪神では珍しくこう差しの、ね、決まる展開になったとはいえ、最後の足が、ね、鮮やかで、はい、こうやっぱりこう新境地といいますか、ね、新しい、ところ、まあね、こうきっかけをつかめたかなというような、ね、勝ち方だったんで、まあこれを、ね、4番手にしました、まあ、前走1着というのもあるんですけど、今ねそしてまあやっぱりすごく出来がやっぱり良さそうといいますかね、はい、そういうところで、まあ、馬もこうちょっとまた自信を取り戻したかなというイメージがあるので、これを4番手にしました。はい、はい、坂井は4番手はカテドラルですね。まあ、マイル戦、まあ、実績という意味ではね、まあ、NHK マイルの3着もそうですし、はい、マイルチャンピオンシップも、まあ、後ろから内を回った分はねあるとは思うんですけど、ゴール前でちょっと狭くなって軽くブレーキのところはあったんで、まあ、あの G1 であれぐらいの着差、まあ、インディチャンプからコンマ5、まあ、展開的にはね前打ちの競馬だったんで、後ろから行ってこの着差であれば、まあ、やっぱりマイル戦なら年長馬相手でも力上位のところはあるんじゃないかなと、まあ、後ろから行く客数が、まあ、やっぱりねさっきも言いましたけど金杯開幕週でどうかなと思ってるんですけど、2年前ですかね、豊さんがブラックホーンで勝った時、あの時も同じような印象でさすがにどうかなと思ったら、さすがにもう早めに動いて外から全部、まあ抜き去ったんで、まあ、そういうなんていうんですかね、もう京都外回りの勝ち方を知ってるぞという点で、まあ、後ろからっていう馬でもうまいことを導いてくれるんじゃないかな。確かに最近は、ね、折り合いもだいぶつくようになってきたんでね、やっぱりかかる心配があるとこう、ね、早めに動くっていうのは難しいかもしれないんですけども、まあ最近ね本当かからなくなってきた分、こう動いていける可能性も十分あるかなと、はい、確かに、はい、はい、そこからはどうですか、まあ、ちょっと、まあ、枠順もあるの穴っぽいところになるんですかね、ちょっとねオール・フォー・ラブ気になってるんですよ、はい、俺もつけました、はい、まあ、府中牝馬ぐらい走れば、はい、そうなんですね、まあ、スカレットから後ろがビュンっていっちゃったんであれでしたけど、その後の自分、ね、この馬と近いところの着順がまあ黒コスミアであったり、ラッキーライラックであったりっていうところでもあるので、あれとまあ前で運んで最後盛り返し気味に伸びてたんで、まあ、前回がねもう中山のマイルで出遅れて後ろから外ぐるっと回っちゃったんで、それ、ね、だからまあその俺もね府中牝馬ステークス良かったんで次にしたけど、やっぱりコース形態がねやっぱり合わなかったってそれ言ってました。中山出遅れて、でリズム取りかけたところでまたコーナー、ね、ちょっとおにぎり型でまた、リズム取りかけたところでコーナー、まあ、結局なんかこうリズムよく走れないまま外回らせて、まあ、ダメだったということなんでね、はい、まあ、ワンターンね、綺麗なワンターンで京都、ね、行動経過値もしてるの で、ね、はい、まだちょっと見直す余地は、ね、あるかなと思いますね、はい、枠もいいのでね、ディープインパクトですね、ディープインパクト、そう、はいね、これはちょっとまあ人気がないならぜひ面白い、これね、枠順どこを引くかなと思ってたんですけど、これはねまたいいとこ引いたんで、ね、これだったら上手に立ち回って、はい、一発あるかな、これはぜひちょっとね馬券的には抑えといた方がいいかなと思って、はい、でまあ、あとね、まあ、ちょっと印を下げる形で一応つけましたけど、ダイアトニック、あ、なるほど、京都はねすごい走るん、うん、ですけども、はい、やっぱりちょっとフォームが、歩幅がちっちゃいとか、はいはい、ちょっとちょこちょこ走りとか、うん、まあ、短距離の方がやっぱり良さそうな走り方してるんでね、うん、まあ、前走相手も強かったんですけど、ちょっとやっぱ距離的なもんもね、うん、あったのかなと思うね、まあね、まだはっきりとはこう断言できるような内容ではなかったんですけど、ね、うん、ちょっとそこが気になって。でまあ、一応印はつけたけどちょっと抑えに回そうかなというふうに思いましたね、うん、はい、これはもう最後のバッテンは、まあ、モスダディなんで、うん、まあ、最初に触れらんと、まあ、基本的には前々か内かなっていう感じはするんですけどね、はい、前回の京都の時はそこまでね、内先行有利というパターンじゃなかったんで、やっぱりまずバーバーの傾向を把握するのが ね、 そうですね、最優先、まあ、開幕週とは言っても1回戦しか空いてないですからね、うん、ただまあ A コースA コースです。A コースとなると最初の開催の前半の時以来からということでね、基本的にはやっぱり内になるか、正月は大体ね基本的に内通ったまま先行が内になるんですけどね、ちょっとまず馬場の傾向を見ながらではあるんですけどね、まあちょっと馬券は極端に外からの馬がばっかり来ているっていうことがない限りは内寄りでイメージ持っておいた方がいいかなという気がしますね。まあちょっとまずそこのあたりも傾向を注意しながらですけど、まあちょっと馬券的にはね難しいというか、まああんまりこう上位でガチガチに決まりそうなイメージではね、馬券的な妙味ないかなと思うので、まあでもぜひこういうところを仕留めて今年ねいい形に持っていきたいなと思います。まあじゃあ馬券はどういうふうにそうですね、まあ、ブレステーキング、まあね、さっきも言いましたけど、まあ、2走目負けなしという流れもあるので、まあ、基本的には単勝でいきたいんですけど、はい、まあ、あとね、まあ、点数絞っていくのであれば、さっきも言いましたけど、まあ、オールフォーラブをむしろワイドの軸みたいなので、なるほどね、はいはい、そういうパターンもね、はい、オールフォーラブを軸にしてワイドで、はい、まあ、印打った上位のところ、サウンドキャラであったり、まあ、ハッピーグリ、まあ、当然ブレステーキングもそうですけど、はい、ワイドでも絡めば多分ね、配当的にはね十分回収できるかなと、はい、なるほど、ここにちょっと気があります、気がある、はい、まあまあ俺的にはこう、まあ、モズダディ、この3着以内に入ってくれればもういいかなというパターンでね、はい、モズダディから、ブレステイキング、はい、サウンドキアラね、はい、ストロングタイタン、まあ、ダイアトニック、カテドラル、はい、でオールフォーラブ、はい、ね、まあ当日気になればもうちょっと買い足してもいいかなというメンバーなんですけどね、はい、まあ馬場の傾向に注意して、まずはちょっとね、はい、まあ、朝からぜひ見ていただいてですね、芝のレース特に、はい、まあ、正月ですね、はい、たくさんできれば当ててね、今年いい年にしたいと思います、はいはい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。コンビニスーパーで競馬ブックプリント